東京有不少的传奇餐厅 ,Tips 是其中之一。创办人大桥直月本身都是一个传奇。以两个月极速摘下米芝莲星这个纪录还未有人打破。曾经是单车选手，读过料理学校，又曾经是侍酒师的奥哈士山。今次将 Tips 带来香港，更派出两位原本在东京工作的年轻主厨主理。香港店比东京店大得多，设计以森林宝盒为灵感，和东京一样以狼为装饰，意味着有狼一样的坚毅精神。香港の2号店は選んだっていうわけではなくて、お声がかかったということで、まあ、日本の他の大阪だったり京都だったりというよりは、せっかく東京で一つ目あったんで、なんかもう同じその大きな町でやりたかったなっていう思いがあったんで、とても嬉しいことです。チルプスのコンセプトはやっぱりそのいろんな異文化と、またそのなんだろう、組み合わせるコラボレーションして作っていくものなので、そのここの香港の食材に対して何か新しい可能性みたいなのが見出せるととても幸せだなと思います。日本の方はメニューがあんまりちゃんと決まってなくて、好き勝手やってたんですけど、割と今回はちゃんとチームを作って、ですごくそのなんだろう、チームで作り上げていく、同じものをしっかりとその洗練させていくっていうコースのスタイルにするので、あの魚は、市場にシェフたちが行った時に、写真が送られてきて、まあ、その魚すごい面白いし、コースに入れたらいいんじゃないっていう話をして。用上日本製的黑啤做雪糕，黑啤味突出，却少了黑啤的苦涩味，再配上焦糖化的荞麦子和白朱古力，清一清味蕾就最啱啦。看起来好像一个迷你的火焰雪山，其实面头就是青金吉慕斯，里面就是白朱古力做成的壳。白朱古力将青金吉的酸味做出极佳的平衡，非常香甜口感诱惑的甜品。奥哈士山对香港 Tips 有什么期望呢？もらえる賞は全部欲しいなと思うんで、みんなたくさん話題にしてください。